このチャンネルに足りないものは、それは、超熱非放離レンズのうち侵入が先便さ、そして何よりも、速さが足りない。ということで今回は、動画編集 RTA で作られたゆっくり実況。この録画の収録日は3月13日。築地市場もびっくりの新鮮なネタをお送りします。今回の役職構成はシェリフ、モーフィング、マットメイト、ジャッカル、シュレディンガーの猫、残りクルーの住民村。第3陣営のシュレディンガーの猫はちょっと特殊な役職なので、一応軽く解説しておくと、インポスターに殺されるとインポスターになり、ジャッカルに殺されるとジャッカルになるっていう役職ね。キルできる役職に殺された場合、復活してその陣営の仲間になるって考えがわかりやすいかしら。キルされても平気なシュレディンガーだけど、釣られると復活効果が発動できないので、容疑者位置にあまり入らないよう、注意が必要だな。っていうか試合開始からそろそろ1分経つけど、誰もボタンを押す気配がない。いつも初手ボタンが鳴る時を編集点にしてたので、編集中の投稿者が地味に困ってます。知らんがな。バイタルを見ても全員生存。平和なのはいいことだけど、私たちは刺激を求めてこのゲームをやっている。私の役職は正義の執行官シェリフ。もしもの時は、その名のもとにこの引き金を引くことになるだろう。武器を持つと人は強気になるって、本当なんだな。ここの配電盤はエアシップ有数のキルスポットだけど、3人もいればさすがに安心。そしてそのまま流れで、エアシップ1の嫌われ者である、電気室のレバータスクも終わらせちゃいましょう。いろんな偽装がやりやすいから、私は嫌いじゃないけどな。とか言ってたら停電が、怖がりな霊夢ちゃんは、思わず泣き出してしまいそうです。これが本当の、暗い暗いってやつで。イエモンさん。クソ、一体誰がイエモンさんを。絶対許せないぜ。あ、少し言おうかどうか迷ってたんですけど、これウパパロンさんです。あ、まあ釣られるのはいいんですけど、メメントモリさんは、どうやってメインまで来たんですか？そう、それは自分も気になってて、バイタル側で別れたと思ったら、なぜかシャワー側から出てきたからびっくりしたんだよね。あ、多分それはモーフィングですね。自分そっちの方行ってないので。確かに、シャワーで会ったメメントモリさんは、一言も喋ってなかった気がする。それに自分、歩いてる最中ずっと歌を歌ってたんで、歌が聞こえなかったならそいつは偽物です。確かに。筋は通ってるのか？その後、会議が全くまとまらなかったので、とりあえずウパパロンさんが釣られることになりました。天国で編集してます。この会議では、レイマリさんが陣外で確定したものの、ジャッカル陣営とインポスター陣営が票を合わせることで、レイマリさんの釣りを阻止しました。いや、ここに来て黒陣営3人残ってるのはヤバすぎる。幸いインポスター陣営が3人いるみたいな最悪な事態は避けられてるので、インポスタージャッカルの切り合いに期待したい。あ、陣外のレイマリさんこんにちは。今回ほとんど人に会えなかったので、ちょっと話し相手になってくださいよ。いや怖い怖い、これみぞれさん絶対シェリフでしょ。なんで陣外に自分から近づいてくるんですか。とりあえず逃げないと。ぐう、逃げられちゃいましたか。そりゃあそこまで殺意マックスで向かっていったら、シェリフだって一瞬でバレるだろ。こうなったら、レイマリさんがベントで飛びそうな場所を予測してシェリフで撃つしかない。キルボタンは当然連打。レイマリさん以外を切っても、二分の一は人外だからね。役職カミングアウトします。自分、シェリフです。レイマリさんを、シェリフの弾丸で撃ち抜いてやりました。あ、こっちでは今、ラテさんがひな兄さんを切ってました。まあ、まあ実を言うとなんですけど。もう一人の人材は、グサオさんなんですよ。いや、そんなことはないですよ。ちょっと何言ってるかわからないですね。いやー、でも自分がインポスター陣営なのに対し、グサオさんはジャッカル陣営。キルボタンという宿命を背負った者同士、ここは正々堂々切り合うことにしましょうか。ということで、切り合いの邪魔になる一般戦員にはここで消えてもらおう。嫌です。私は正に執着するんでスキップします。生き残りたい。生き残りたい。まだ生きてたくなる。バイバイレイラーさん。また会う日まで。インポスターとジャッカルとシェリフとクルー。4分の3がキルボタンを所有する、なかなかデンジャラスな展開になってきました。まあここは、インポスターやジャッカルにバレないよう、タスクを進めていけばいいんじゃないのかな。殺意を抑えきれずキルしに行ったら、帰り討ちにやっちゃった。もうこいつにシェリフ使わせない方がいいだろ。あの後もちろんレイラーさんも釣られて、インポスターとジャッカルの直接対決。前はタスク勝ちによるクルー勝利だったけど、今回は大丈夫。とてもじゃないけど自分の残りタスクは、30秒じゃ終わりません。自信満々に言うことじゃないだろ。今回追加されているモッドでは、追加機能として死亡時に千里眼を使うことができます。おお、エアシップの全体が映るから、クルーやインポスターの動きがよくわかるな。まあ自分はタスクが終わってないんで、遊んでる暇はないんですけどね。他の人も終わってないならともかく、自分だけタスク終わらなくて負けるのは絶対に避けたい。良くも悪くも一番というのは目立つもの。周囲の目線が痛い痛い。
た。誰もいなくなった？くそー、相打ちだったか。最後自分とラテさんが相打ちしたんで、全員死亡により敗北といった感じでしょうか。珍しいこともあるもんだな。ということで、今回の役職はモーフィング。一定時間、他の人の姿に変身することが可能なインポスター役職だね。しかもでは変身中に声を出すとバレてしまうから、正直かなり使いづらい役職だと思うが。どんな役職も使いよう、イエモンさんをキルした後にグサオさんに変身。グサオさんは前のキルでも結構怪しい位置だった気がするから、このまま罪をなすりつけちゃうぞ。とここでイエモンさんの死体が発見。これはナイスタイミング。やばいやばい、グサオさんが死体を発見したということは、メテオさん目線モーフィング確定じゃないか。でもまあ、グサオさんが容疑者から外れるだけで、まだ自分が化けてると決まったわけでは。あ、ごめんちょっといい？ミゾレさんがグサオさんに化けてたから、多分モーフィングだと思うわ。どうやらモーフィングは、ボタンが押された時に、一瞬で変身が解けるらしく、簡単にバレるらしいですね。仮に変身がバレてなくても、目撃情報的に厳しいところはあったと思うけどな。ということで今回の役職はシリアルキラー。キルクールが少し短い代わりに、キルをし続けないと死んでしまう儚いインポスターですね。グサオさんがベントから出てきたので、釣りましょう。あれ、ミゾレさん何かした？キルをしてないどころか、特に目立ったサポートもしてないですね。なんならマットメイトの方が盤面に貢献したまであります。インポスターなのにずっと白い位置に居続けててくさ。と、言ったところで今回の動画はここまでになります。今回は急いで作ったためだいぶ軽めの編集と構成になってしまいましたが、楽しんでもらえたなら幸いです。それでは、また次回の動画でお会いしましょう。ご視聴、ありがとうございました。